今回はですね、人間ってものを2つに分類してちょっと考えていこうと思います。その分類っていうのは、たくさんのものを持っている人がいますよね。例えば生まれが良かったりとかね、大金持ちに生まれたりとか、それから学歴を持っていたりとか、高級車を持っていたりとかね、まあそういったいろんなものを持っている人がいます。かたや自分には何もないよっていう人もいますよね。これが一つ目の分類。もう一つはですね、そういうこと関係なく、どんなことを考えているかってことです。一つの現象を見たときに、一つの現実に、まあ、目の当たりにしたときに、どんなことを考えるか、どんなことを思っているかですよね。で、この2つの分類をこういうふうに、私は速稼塾の中で言うことにしています。それは、人は何を持っているかではなくて、何を思っているかによって変わっていくってことです。これよろしいですかね。人は何を持っているかではなくて、何を思っているかによって未来が変わっていくってことですよ。じゃあ一つの例を花井龍馬さんのエピソードから考察してみようと思います。最初に作り上げた自分のビジネスが、例えば30円をもたらしてくれました。この現実について何を持ってるか、30円しか持ってないよっていうようなところ、確かに30円なんですよ。30円だったら何の価値もないと思います。何もできないと思います、30円ではね。でも30円っていうものを持ったことによって、どんなことを思っているか、これじゃダメだよって思う人と、お、すげえやった、これチャンスじゃねえのって思うかによって、未来は全然変わってくるんですよ。で、ここで私の例ですけども、私はセルフバッグってものを知った時に、これで1億円稼げると思いました。でもほとんどの方はセルフバッグを知っても、あ、これ得するなぁと思うぐらいだと思うんですよ、うん、得するなぁと思う程度なのか、人生を丸ごと変えるぐらいの億という金額に手に届く方法が、なんか自分の人生初めて手に入ったぞと思えるかどうかなんですよ。私はサラリーマンやってました。上場企業でした。でも生涯年収は3億円ちょっと超えるぐらいというふうな計算でした。結局その会社では1億円も稼ぐことなく退社していったわけなんですけども、20代で。まあ勤務日数っていうかね、勤務年数は6年半ぐらいだったと思いますね。で、私はそこで何を思ったかっていうと、まあ、天井3億かと思ったわけなんですよ。3億で自分の人生かと思ったんですね。急にだからね、飽きちゃったんですよね。で、辞めてから何を思ったかなんですけども、自分には所得の上限がなくなったなと思ったんですよ。青天井になったと。この思いでずっとやってたんですけども、まあいいことばっかりじゃないですよね。最初の10年はずっと赤字でした。40になってからインターネットの世界に入って、それこそね、セルフバッグっていうのを A8 ネットを通じて知って、急にまあ1億2億っていうね、単位で数えれるようになって今に至るわけなんですよ。しかもその億っていう金額を稼ぐのに、基本的に毎日忙しくて仕事ばっかりってことはなくって、フリースタイルなんですよね。自由なんですよね。これすごくいいなと思いますね、私はね。まあということなんですよ。私はこれからも多分言い続けると思いますけども、今自分が何を持ってるかではないんですよ。どんな過去を持っているかとかね、どんな過去を引きずってるかとかね、過去に自己破産しちゃったとか、今生活保護だよとかね、いろんな状況あると思いますけども、そうではないんです。何を思っているかなんですよ。だから、まあ生活保護の方ね、前回もお話ししましたけども、生活保護から自分のビジネスを展開させてるよって例も申し上げましたよね。だから、あ、どうせ生活保護だから、どうせ学歴ないから、どうせ家庭環境恵まれなかったから、どうせ自分は勉強できなかったから、どうせ自己破産しちゃったから、どうせ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 20店舗も潰しちゃったから、どうせね、私も赤字で3000億円の借金抱えてビジネスは1回も成功したことないからっていうふうに考えるのかじゃないんですよね。何を思っているかっていうのは、まあこれだけ下手打ったから次がうまくやられるだろうと思ったりね、これだけ挑戦してきた、確かに失敗だらけでプラスになることはなかったけども、これだけいろんなところで転んできたら、まあ転び方は上手になってるだろうというふうに考えると、まあ適図を追ってもね、それが知名度ではないというふうに感じれるようになると思うんですよ。この程度かと。お金に困っても別に好きなもの食べて飲んで寝てキャバクラ行って全然関係ないじゃんと。督促状がタバで来るだけじゃないか、しまいには自己破産すればいいんじゃろみたいなね、腹のくくり方ができましたね。で、いくらお金に困っていても会社の代表として社員を抱えていた身、給料払ってる身なんですよ。ってことは一定の信用があるから、まあこれは、うん、赤字を抱えてない、借金がない
アルバイトという立場よりはあの時代よりは良かったなと思いますね、私はね。だからね、思い方、捉え方なんですよね。自分が今、暗闇に向かって足を踏み入れてると思っていても、なんかその暗闇だからこそ人が見つけれないものを見つけれるんじゃないかなとかね、その中で小さな光が余計に見えるんじゃないかなと思うか、それとも薄ぼんやりした中で光がね放たれていても、やっぱこう明るければ気づきにくいんですよ。だからどうせだったら漆黒の闇に歩んでいこうかなと。そうするとちっちゃな希望でも光り輝いて見えるんじゃないかなと、進む方向が見えやすいんじゃないかなと思うんですよ。多分多くの方は今ね、たくさんの情報を目の前のあたりにして、どっちに行けばいいか分かんない状態だと思うんですよ。だから逆に選択肢を狭めていって、一つに決めたらあとは捨てるみたいなね、まさに決断っていうね、そういうふうな決めて立つみたいな気持ちがあるといいんじゃないかなと思いますね。まあ私の考え方ってのはもう一回まとめると、人はどんな過去とかね、どんな財産を持っているかではない、何を持っているかではない、何を思っているかなんですよ。だから私はそういうふうに思います。たった一文字の違いなんですけども、大きな違いになってくるんじゃないかなと思います。これが今回の違いをもたらす違いでございます。いってらっしゃい。